はようございます。今日はですね、城ヶ島ですね。城ヶ島にやってきました。東の二の角っこですね。この角っこ、今日はあの北東の風で案外ね涼しいです。おそらくずっと立ってると半袖でずっといるとちょっと肌寒いくらいかもわかんないですね。今満潮なんであれですけど、ここから潮を下げていくんでですね、ちょっとその下げ潮を狙ってみようかなと思います。やっぱりあのひな壇とかね、長瀞の方釣り人いっぱい入ってます。よっしゃ、乗りました。なんだこれ、なんだこれ、わあダメだ、念仏台が、ほらまだね、綺麗な念仏台ですけどね。前回のあの初島がものすごいメジナだったんでね、メジナの数がすごかったんで、まあ、あれに比べたらなかなかもうあんな釣果って本当なかなかないですからね。メジナっぽいじゃないのこれ、ねえ、メジナでしょ。これはメジナです。多分メジナですよ。いい方でしょこれ。おいい方ですよ。なかなかほらほら、ね、これいい方。まあ一応ね、一応玉入れましょう。最初の一匹なんで、まあね、綺麗な綺麗なメジナです。あ、29センチか、29センチです。30センチ超えるやつだけね持って帰りたいんですけど、本当に釣り、何も釣れなかったら、この後釣れなかったらね、もうサイズとか言ってられないんで。入ってた。よいしょ、乗った。おベラでした。ベラです。ね、なんだこれ。ベラです。ベラの変だよ。
どんどん。なんだこれ、サバか？何食ったの？サヨリだ。おお、サヨリだよ。ほら、サヨリですね。美味しそうなサヨリです。タイの絵できた。タイの絵、ほら、タイの絵。あ、食ってた、食べた。あ、またサヨリだ、これ。2匹キープすれば十分なんで、もうあとはおとなしくしててほしい。タイの絵、わかります？これタイの絵、エラのとこにね、ついてる。これタイの絵ですね。寄生虫です。まあ、メジナの中でもたまにこれいるんですけどね。ああ、入った。お、なんだ、お、何食った？まさかのアイゴか、これアイゴ。よく引きます。もういいよ、アイゴ。あ、ごめんごめん、落ちた。なんだこれ、うん、メジナじゃないか、これメジナかもわかんないですね。おお、込みます。抜けた。何これ、抜けたよ。よっしゃ、あ、メジナはメジナだね。サイズがちっちゃいんだよな。やっぱりね、サイズが伸びないですよね。ほら、このサイズダメですね。上に浮いてるのは全部これですね。よし、こい、当たった。乗ったけどな、なんだこれ、軽いな。誰誰、うわ、スズメだ。やめましたね、スズメです。乗った。これ何？あれ、まあまあ引く。なんだろう。メジナか？あれ、何？アイゴだ。アイゴがやっぱこんな上まで浮いてんだね。ほら、アイゴ。もうアイゴぶり上げますよ。よいしょ。まあさあ。はい、さよなら。当たってるよ。よし、乗ったでしょ。まあ、なんだよ。ああ、一応メジナなんだね。このサイズはね、入るんですよ、これ。このサイズ。当たってる。
高めしななんだけど小さいよな、小さい。なんでこのサイズ。今ね、ワニ当たった当たった当たったけど、無事いかない。よし。サイズアップした。よいしょ。それでもこのサイズですね。当たりがすごいいい当たりきますから。当たった。当たった。ほら、ね、ラインが走るぐらい。メジナですよこれ。ほらね、このサイズがやっぱり結構浮いてるんですよね。ほら。だけどメジナーの活性がいいっていうのはということです。ちょっとねこれが何なのか。よっしゃ、メジナーだ。少しサイズアップしたか。もう少しサイズアップした。サイズアップしたらアイゴってことないよな。よいしょ、よかったね。あれそうでもないかな。美味しそうですよねここのメジナってね。ほらいいとこかかって30ね29です。もうすぐ一杯だけかぶせればもういけるもんね。あらこれメジナなんだけど小さいんだよな。なんでやっぱり最初に出てくるのはこのサイズが出てくるのかな。ねえ、ほら空気入れ入れ当たってんだけどな。アイゴか、アイゴか、これアイゴなのか。あれ軽いな、だけど。メジナはメジナですね。よいしょ。本当にちっちゃいやつに比べて多少はサイズありますけどね。ちょっとこのサイズだと寂しいよね。よっしゃ、取った。よっしゃ、取った。メジナなんだけどな。メジナなんだけどかな。どういった。そうですね、サイズが伸びないよな。ちょっと伸びた、少し上がったけど、やっぱりまだね、まだちょっとキープできないよね。まだキープできません、このサイズですね。よし、った。よいしょ、離した。よしよし、ダメだね、サイズ変わんない、変わんないよね。ほら、アイゴだ。しかもアイゴ、なんでアイゴ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
ごめん、大丈夫か。はい。上がってるな。あった。あった。ダメだ。小さいぞ。どうしよう。どんどんサイズ小さくなってきますけど。どうすればいいのこれ。まだ。当たった。よし。あ、重いです。いいサイズになった。だけどアイゴっぽい。アイゴっぽいなこれ。あ、抜けた。やばい。なんか楽しいです。バラしてるくせに楽しいです。なんかメジャーですね。やっぱ浮いてるのメジャーなんでな、あれな。サイズがわかんないけど。当たりです。当たってます。当たってます。大将。あ、ちっちゃい。ちっちゃいんだよね。まあ贅沢は言ってられないけど、それでもこんだけ釣れてるんだったらサイズは上がってほしいよね。はい、今ですねハリスの交換を終わりました。それでついでにこの道糸の方も少し切ってですね、もう一度結び直しました。まあこういう時はもうおくがらずに、まあ、ついでなんで、どうせハリスを変えるついでなんで、まあ、こういうところも変えた方がいいと思いますね。実は本当に大きいのが来て、やっぱり切られてしまうってやっぱ違いですからね。当たったね。当たってるんですか。これがこれが何なの。やっぱメジナなんだね。小さいよな。小さい。まだまだ全然小さい。ほらこのサイズですから。なんだよ、何を狙いに来たんだよ。よしよしよし、乗った。いやー、これでもサイズはそんなないよな。メジなんですけどね。まだ伸びないか、サイズ。まだ伸びない。よし、入れ、また入れ。よし、乗った。乗ったけど、これは。ダメか、サイズは上がらないか。サイズは上がんないですね。そんなところで元気になってもダメだよ。よいしょ。アワメとかこう潮目を狙う時ってあれですね、そのアワメがあったらアワメのやや向こう側に仕掛けは投げて、コマセはそのやや手前に打つような、そんな感じですね。そんなイメージ。ぴったり合わすというよりも仕掛けはやや目を沿った。いやー、これもちっちゃいんだよな。なんだよ。あら、なんか違うの来たよ。島台来ました。島台ですね。サンバソーってやつですわ。ね、島台です。あそこで食ってもリスキーだけどな。当たった。よし、乗った。だけだか。ダメだ、小さいっす。ほんと小さい。なんで？なんでこのサイズなんだろう。ダメですね、このサイズが浮いてると。先行くよ、先。はい、これよ、ちゃんと。あー、食った。すげえ丸飲みだよ。見て、ほら、丸飲みすげえ。あのメジナ丸飲みするの。よし、よし、ちょっと引くか。距離は引くか。お、こっちは原価も。お、元気っす。メジナですよ、これ。メジナです。間違いない。あ、アイゴの色してる。アイゴだ。やばい。アイゴの色してます。これでメジナですかな。よいしょ。ほい。ほいほい。ほい。こっち。よいしょ。いやー、危ない危ない。当たってる。当たった。当たった。乗ったけどな。これ何？なんだ？メジナか？メジナはメジナっぽいんですけどね。アイゴだよ。アイゴだな。ああ、そんなとこ行くな、そんなとこ行くな。
たね、本当に。本当元気見て。元気でしょ、元気すぎるでしょ。最高っすよ、これ。それ、ほら。少しだけサイズもアップした。あ、抜けた。よし、2人。何これは。スズメダイかな。メジナだ。手前も小さいなぁ、おい。さらに小さくなったよ。ほら、こんな小さい。ナイス。行くよ。先行くよ。これ。取れよ、ちゃんと。取った、ほら。丸飲みしますよ、あいつ。ほら。丸飲み。噛まずに飲み込みましたよ。当たってるよ、当たってるよ、当たった。よし、乗った。サイズ伸びたかな。どっちだ。お、サイズ上がった多分。これだけど迷子か。迷子っぽい引きになってきた。勘弁してくれよ。迷子か。迷子だ。最後ですよ、これ。マジか。マジですか。もうやめろ、もうやめろ。しかもそんな大きくないですけどね。やっぱこのサイズで引くよな。これは何これ。あ、レジナだ。レジナだよ。サイズはまだそうでもないけど、レジナですね。サービスさんのレジナ。ただまだこのサイズなんですね。風の影響を受けるんで、水中機使うか005を使うかっていう、僕はいつもその選択肢なんですけど、浅い棚で魚が食ってくるときは水中機ってやっぱ意味ないんですよね。2広半以上、それぐらいの棚を攻めるときにやっぱり水中機って使いますけどね。浅い棚では水中機は意味ありません。迷子か。また迷子か。あれ、どっちだ、わかんないな。迷子だな。ゴツゴツし始めました。こいつでゴツ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 、ほら、いけ。サイズがちょっと上がってる。でかくなったアイゴ。よいしょ。ほら、ねえ、抹茶色ですね。これがメジナだったら最高なんですけども、ねえ、持って帰りましょう。ちょっとハリスザラザラだったな。ザラザラ。かさず買います、ね、でこれ切った、これは絶対あのその辺に捨てたりしないで必ず持って帰ってください、ね、もう面倒でも持って帰ってください。自分で持ってきたやつなんでね。でいろんな魚が釣れて楽しいんですけどね、1匹ぐらい30センチを超えるメジナが欲しいですね。こんだけ釣れてるのに、なぜ一匹も来ないの。
車と乗車乗れよ。おった、これうまいとこだったらショックだよな。この辺で分かんないですよ、まだね。まだコツコツしないですよ。え、飯の子愛護だな。愛護です。もう愛護に遊ばれております。よいしょ。ここで分かんないですよ。全然アイゴっぽくないんですよ。メジナか、メジナかな。アイゴだろうな。アイゴだよね。アイゴだよ。なんだよ、まあ、今日ちょっとやりすぎだよ、やりすぎ。ほら、あらららららら、アイゴ祭りです。これ最後じゃないでしょ、これすげえ。なにこれ、強い強い強い。何来たの、これめちゃくちゃ強いよ、これ。何、何来た。ちょっとゆっくりやろう、慌てずにやろう。分かんないですよ、まだ何が来たのかは。迷子なのか、これ。え、どこ行くの。え、やめてやめて、そんなとこ行くの。ちょっとやめろやめろ、お前アイゴじゃないだろ。え、どこまで行くの。乗れ乗れ、アイゴだよ、アイゴだ、アイゴです。親玉みたいなアイゴですよ、これ多分。何これ、すっげえ当たりだよな。そんなでかくないんだけど、しかもこれ、こんなことする、こんなにやるか、普通。めちゃくちゃ仕上がるな、これ。しかもいいとこにかかってる。いや、久々こんなに引くな、こんなに引く魚久々に当たりましたよ。何してくれてんだよ、アイゴ。持って帰っちゃおうかな、俺も。まあ、32、3だね。33センチぐらいですね。アイゴでも、ちゃんと生き物なんでね。しっかりと締めてあげて。よし。今日使うね、時計9さんに。ガンガン使います。絶対横着しないでくださいね。横着すると本当怪我するんで、痛いですから。僕もね、子供の頃こいつに刺されたことあるんですよ。めちゃめちゃ痛いですよ。もう多分その日は釣りになりませんから。卵が、卵を抱えてんだね。最後でもね、なんかこう卵を抱えてるやつだと少し気が引けるな。ハサミでやった方がこう簡単かもわかんないですね。あの陶芸切りバサミっていうのが絶対売ってるんで、ナイフよりこのハサミの方がいいかもしれないね。陶芸切ったついでにこうやってね、ここまでやったら今度は頭は太い、背骨はバキッと切りますからね。よいしょ。
取れたわ。ね、綺麗に取れましたね。はい、はい、これはいいです。卵だね、これ。身は美味しそうですね。まあ、これでバシャバシャと洗ってクーラーボックスです、ね、よし、当たりだな。よし、乗った。パイゴなのかな。ゴー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 つってる。もう分かったよ、エゴ。分かった分かった。はいよ、これも。これもいいサイズのアイゴかな。茶色いです。ずいぶん茶色いやつが、ああ、抜けた。やばい、悔しくない。当たりだな、あれが。よし、乗った。アイゴだな。それが何かは分かんないですけど、まあ、さっきまでとはちょっとタイミングが違うんで、まあ、もしかしたらっていうね。なんか、もう餌ないもん。どうなってるよ。相棒はもういないのかも分かんないですね。なんでだよ。全然乗らないんですけど。餌取ってるのが何かぐらいは知りたいんですよね。当たった当たった当たった。よっしゃ、乗ったよ。あ、抜けた。今ね、僕アイゴじゃないと思いますよ。今のね、アイゴじゃないんだよ、絶対。うん、今アイゴじゃないよ。こんなね、しつこい釣り人になんとか、なんとか答えてくんねえかな。何が取ってんだよ、さ。それだけはせめて知らないと、ちょっと心残りですよ。もうね、警察つけるのもままならなくなってきました。じゃあ、もうすぐ終わり。まあ、だけど海面ペチャペチャいってんのは間違いねえな。来たよ。最後の一投でなんか来ました。なんだ、よく見えねえけどメジナだよね。やったぜ。やった。この最後の一投でメジナ来たよ。サイズはそうでもないけどメジナだよね、これね。いや、ほんと見えないんですよ。メジナだよね。メジナさんとこれ
ジナだよ。肩はそうでもないけど嬉しい。やったよこれ。餌取ってたのはもうメジナだったっていうことにしましょう。これメジナっすよ。ほらメジナ最後30センチちょっとないのかな。これもまた29センチか。ゆっくり最後に31センチですね。31でしょ。もうね満足です。40センチのメジナ釣りよりもなんか嬉しいです。今日ここからはゆっくり片付けて帰りたいと思いますね。もう長々とお付き合いありがとうございました。よーし、やったー。よし。